おお、みこっちゃんだけだ。過去に戻って、この日の11時から。ああ。行ってみよう。君が運命を変えるんだね。はい、タイムトラベラー編。真のみことの場合。そっか、みこっちゃん主人公では動いてなかったもんね、今まで。今回初めて主人公になるんだ。これはシリンダーラボ？ん？だよね。これはどういうこと？あの後ってこと？それとも時間が巻き戻ってここってこと？どっちだ？ん？また戻ってきた。はい。6回目？え、6回。ああ、そっか。このみことちゃんは何回も戻ってるみことちゃんか。あ、そっかそっかそっか。初見のみことちゃんじゃないんだ。あ、だからここにいたんだ。そっかそっかそっか。この時間にね、何度も同じ時間をやり直してようやく爆発を止めるチャンスが来た。それなのにスケルトンの目的はテロじゃなかった。うん、間違った世界を修正する。そのこと自体にはお父さんも反対していない様子だった。はいはいはい。でも結局スケルトンは世界を元に戻さなかった。なるほど。一体どうして？もう何が何だかわからない。私はこれからどうしたらいいの？だから俺はお前を止める。それが正しいことだとしても、お前がこの世界を本来のタイムラインに戻すことを俺は見逃せない。悪いが、今の俺は世界が永遠に繰り返しても構わないっていうスタンスだ。親心だよね。お父さんは世界が繰り返しても構わないと言っていた。その理由はわからないけど、今はお父さんの言葉を頼るしかない。あー、まあ分かってないんだ。まだ世界がちゃんと繰り返すように私も協力しよう。そのために私ができることを。そっか、このみことちゃんは分かってないんだ。何回もループしてるこの世界を止めたら自分がいなくなるって分かってないんだ。そういうことだったんだ。分かった？テレビ局の資料室に赤いビデオがある。赤いビデオをひなに、ああ、君が送ってたの。ヒーローのマスクと一緒に行動する。神谷という刑事をシリンダーラボに連れていく。以上、意味の分かったものが実行する。なるほどね。このメールはこの6回目のみことちゃんが送ってたんだね。で、これを送ることによってもう携帯は使えなくなると。私が私に送っていたんだ。世界が同じように繰り返すためにはシリンダーラボにみんなを集めなければならない。メールはそのために必要だったんだ。でも本当にこれでいいの？午後5時になればテロで大勢の人が死ぬ。さらに午後8時には何もかも消滅し、世界は18年前からやり直すことになる。何度も何度も。これから起こることを考えると正直分からなくなってしまう。お父さんは永遠に繰り返してもいいと言っていたけど、本当にそれが正しいの？何度も時間を遡った私だから分かる。同じ会話、同じ光景、同じ時間、同じことを繰り返す世界はまるでテレビドラマの再放送だ。結末の分かっている世界で人は生きていると言えるの？この世界は全て偽りってことさ。今の俺たちは時間という鳥かごの中にいるようなものだ。スケルトン、
カイっていう人のやろうとしていたことがもしかしたら正しかったのかもしれない。でもだとしたらどうして、なんでお父さんは世界を繰り返しても構わないなんて言ったの。どうしてカイって人は世界を元に戻さなかったの。それは二人がニコッちゃんのお父さんだからです。これはひなちゃんだ。2013年の元はロストホールの時に俺を助けてくれた女が産んだ子だ。この人が私のお母さん。気づくべ、さすがに。キャスターのひなさん、どういうこと。まさか。その女は20時にクォータムエネルギーとともに18年前へと飛ぶ。そして本来死んでいたはずの5人を助けた。え、その5人とはお前の父親たちのことだ。ちょっと待って、それじゃひなさんが私のお母さんなの。そうだ、今彼女は妊娠している。まだ本人は気づいてないがな。そんな。ひなは神道から真実を聞かされる。そして彼女は使命を全うするため自ら進んで過去に飛ぶ。しっかりしてください。ああなるほど、18年前に飛んで彼ら5人助けて、なるほどね、爆発が起きた後だもんね。だからひなちゃんは無事なんだ。18年後の爆発がここに来てるんだね。しっかり今助けるから。なるほどね。この子は大丈夫。この子ひなちゃんだ。自分を助けてる。私、まだ助けないといけない人がいるの。ここで待っていられる？うん。頑張ってね。わあ、すごい話だ。そしてお前の父親は、カイ・シュンスケ。スケルトンだ。スケルトン？私のお父さんが？カイは時空に開いた穴を閉じて世界をあるべき姿に戻そうとする。でも結局それはやらなかった。どうしてなの？やらなかった。そうか、お前には過去のことか。あるべき姿とはヒナが過去に飛んではいない世界だ。そうなればお前が17年前に生まれることもない。つまり世界を元に戻すとお前という存在は消えてしまう。私が消える。神道はお前の育ての親だ。一緒に暮らしてきたお前を消すことはできなかったのだろう。だったらカイって人は。カイにも葛藤はあったはずだ。しかし最終的には実の父親として娘のために行動したのだろう。そんな、信じられない。あの人は私が娘だって知らなかったんだよ。確かにカイが全てを理解したのは神道から数式を聞いてからだ。そんな急に私のために行動できるわけが。できるんじゃないのか。どうしてそんなことがわかるの。血のつながりというのはそういうものではないのか。ひなさんは、私のお母さんは、自分が死ぬとわかっているのに過去に飛んだんだね。お父さんは私を守るために、またずっと誰からも認められなくて詐欺師って呼ばれる日々を繰り返すんだね。カイって人は私のために憎しみに取り憑かれて何度もテロリストになるの。それでもいいと思ったのだろう。三人はお前が消えないように繰り返す世界を選んだ。きっと三人にとってはそれが何よりも正しいことだったのだろう。
やばい、これは泣ける。なんでドラ焼き持ってんの？お腹が空いているんじゃないか。うん、ドラえもんなのね、あくまで君は。てか、そう、この人は一体誰なの？何者なの？どっから出てきた人なの？全然わかんない。なんでドラ焼きなの？こんな美味しいもの他にあるか？私クメと、私がお父さんたちを止める。本当にそれでいいのか？うん、私が世界をあるべき姿に戻す。たとえそれで私が消えてしまったとしても。そうか、お願い、そのために力を貸して。言ったはずだ、私はお前の味方だと。お前が望むのなら私は全てをかけて戦おう。ありがとう。でもどうしてそこまでしてくれるの？それはいずれわかるでしょ。その通りだ。は、笑ったの初めて見た。最後までよろしくね。任せておけ。あ、そうだ。どうした？ラボに行く前に話をしておきたい人がいるの。あ、ユリカ。ねえ。あ、キスしてもいい？今、あっちにいなかった？私が聞いてるんだけど、キスしてもいいって。どうしてキスしなきゃいけないんだ？どうして？好きだからだけど。好きって、いきなりだし、脈絡もない。俺しなかった。いきなりじゃないし、脈絡もあるの。ユーリが知らないだけで。そっか、そういう意味だったんだ。なんか、全然動揺してないのね。そんなこともない。やっぱりやめた。それじゃあ後で部室でね。今のことは忘れていいから。なるほど、これは未来から来た一個伝えたんだ。ユリ、そっか、そうだよね。ミコちゃんは分かってるもんね。この先の未来はどうやったって自分が存在しない未来だって。であればみんなのために動きたいよね。すごいな、この子。すっげえ。超人すぎるだろ。あめ、おお。あ、当たった、当たった、大丈夫？え？え？え？うわ！あ？この人、人間じゃないじゃない？今の明らかにおかしい。
れ？あ、だからか。だからドラえもんなんだ。機械なんだ。って俺は思うけど。あ、あなた怖いものとかないの？怖いの？あえて言うなら、ほらネズミだな。ドラえもんじゃん。あなたの体。わかった。あ、未来に救いはあるかも。新手が来た。急ぐぞ。うん。これはつまりさ、ニコッちゃんが作ったこの先の未来で。誰だろう、振動博士かな、カイさんかな、うん、もしかしたらユリ君かもしれないが作ったロボットなんじゃない。ここ実験室上部にあるコンタムエネルギー保管機にたどり着ける保管機に入るためにはあれを着用しなければならない。保管機の中には反粒子を転換貯蔵したコンタムエネルギー用の磁場カプセルがある。それを手動で切り離して解放、水消滅エネルギーで時空に干渉する。できるな。うん。ただし落下させる前に重要なことがある。カプセルにお前の腕時計をセットするんだ。え、どうして？それは。ヒーローさん。私の知らないところでこんなことが。でもどうして、みんなタイムトラベラーのはずなのになんで死んでしまったの？死ぬ前の時間からやり直せるんじゃなかったの？それはあれが彼らが望んだ選択だからだ。なるほど。ヒーローさんは彼女や友人のため、神谷さんは奥さんと子供たちのため、二人とも大切な人たちを守るために命を懸けた。ここが間違った世界かどうかなんて二人には関係なかったんだ。ヒーローさんと神谷さんは大切な人のいるこの世界を愛していたから。世界が元に戻ったら今の関係もなくなっちゃうんだよね。今の関係とは？家族とか恋人とか友達とか。もちろんそういった関係も全て変わる。もう会えなくなるってこと？同じということがありえない以上、会えなくなる可能性もある。うん、そうだよね。ただそれでもお前の両親は出会って恋に落ちた。互いに大切に思っている者たちには世界や時間など関係ないのかもしれない。あ、意外とロマンチストなのね。お前に似てな。ねえ、私世界を元に戻してしまっていいのかな？今になってどうして？だってまだ少し時間がある。一人で考えてみろ。ああ、行っちゃった。一人で考えろって言われてもな。でもこの世界に生きた人たちの気持ちは消えることはないからな。私自分のことしか考えてなかった。ロストホールからの18年間みんなそれぞれ人生を積み重ねてきたんだ。大切な人と会えなくなるぐらいなら、繰り返すだけの閉じた世界の方がいい。そんな風に思った、思う人だっているはずだ。世界にはいろいろな考えの人がいるのに、私一人の意思で全てを変えてしまっていいの？そんなことを私に決める権利があるの？どうしよう、ここまで来て迷うなんて。おお、だいぶいったな。限界か。結論は出たか？私はここまでだ。とりあえず先に行く。奴らがまた来ないうちに。ダメ、私
何が正しいのか分かんなくなっちゃった。世界を元に戻した方がいいのか、それともこのままでいいのか、ねえ私どうしたらいいの、どっちに決めればいいの。悪いが、その質問には答えられない。ただこれだけは言える。どちらを選んだとしてもこの世界はきっと救われるはずだ。私はそう思う。だから涙を拭け。ここからは一人でやるの。お前ならやれる。うん、分かった。腕時計をセットするのを忘れるな。それがお前の父親がやろうとしていたことの代わりになる。その時に分かった。ちゃんとやる。お前なら必ず出て。第4の壁。ありがとう。4次元ってことか。本当にありがとう。ありがとう。やってみる。私一人で行こう。